ハンスメムリンクは15世紀フランドルの画家。15世紀後半にブルフヘで活躍した画家。ヤンファンエイク、ロヒール・ファンデル・ウェイデンに続く世代の北方絵画を代表する画家である。宗教的な主題を華麗な色彩と北方絵画特有の細部まで揺るがせにしない徹底した写実表現をもって描いた。ドイツのフランクフルト金庫をゼイリー・ゲンシタットの生まれだが、主に フランドルのブルッヘで活動している。少年ははっきりしていない。父はハンマン・モムリーン。母はルカ・スターン。両親は1451年頃に死去した。ブルッセルのファンデル・ウェイデンの工房で修行したと推定され、1465年にはブルッヘの市民権を得ている。1470年には雪の聖母兄弟団に入団。1480年頃に 真とよりスがいに邸宅を購入。1480年ブルッヘの負荷227人の一人として皇帝マキシミリアンに戦時税を支払った。1487年妻丹ナ聖居。財産を子供3人、ハンネキン、ニールキン、クレイキンと分割した。1494年8月11日聖居ブルッヘの聖ヒイリス教会に埋葬。2006年現在、 破壊死は行方不明。18世紀半ば、フランス宮廷画家でもあった、ジーン・バプティスト・デイ・コンプが1753年に観光したビデ・ポント・ラ・フラマンズ・イ・ホロムズに、ブルージュの近郊ダムで生まれたメムリンクは、若い頃ブライ少年で、兵士になり、傷病した。その傷ついた体を看護治療してくれたのが、シントヤンス病院で、そこで絵を描き出して、有名になった。という、 シントヤンス病院の誰かから聞いたという伝説を記した。ナンシーの戦いで負傷したと腐かしたのは1845年にイストワール・デラパントル・フラマンドにブルッセル1845を観光した A マイケリス。この伝説はファイロンス・ゴフェトですでに現在では意味がないと否定されている。ステファン・ロッホナー。 ロヒール・ファンデル・ウェイデン、ヤン・ファン・エイクの影響が感じられる、宗教画のほか、寄進者像を中心とした、肖像画にも優れたものが残っている。メムリンクの作品には、死のファンデル・ウェイデンのような激しい情感の表出は見られず、画面は静寂感に満ちている。細部の精密描写は、北方海画全般に見られる特色だが、メムリンクは、金属製の鎧の表面に映った胸像までも、 必要に描写している。淡麗な古典主義の画家という評価がある。油彩画の総カタログは、ダークでボス、ファガン、フリードリンダーが有名である。以下、作品番号は V は、ダークでボス、FA は、ファガン、F は、フリードリンダーと仮に表示しておく。ジュナン EN、オルターピース、EN、パリプテック、リューベック EN、ルベック聖安な博物館、で、 ストリート、アンネン・ミュージアムルベックウィキメディアコモンズには、ハンスメムリンクに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。